アドラーがパチプルだったら。パチプルの不審がせがしい方です。本日のラーチングドスラクシクドスラスチャンネルです。はい、どうも皆様、こんにちは。近藤春菜でございます。本日はですね、アドラーがパチプルだったらというテーマでお話をしていきたいと思います。本日の動画を見ますと、皆様、普段パチンコを打っていて、イライラすることがなくなり、楽しい気持ちで打てるようになり、勝ちにも近づきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。はい、今日はですね、まず先にこの動画でお伝えしたい結論を言いたいと思います。自分がコントロールできることに注力せよ。こちらでございます。はい、皆さん、世界の三大心理学巨頭はご存知ですよね。アドラー、ユング、フロイトでございますね。はい、その中でもね、アドラーの考え方が一番現代人の考え方にフィットしてるんじゃないかなと思っております。皆さんもちろんね、嫌われる勇気、幸せになる勇気はね、読んでますよね。もう社会人の必須本だと思いますね。はい、ぜひ読んでない方はまだ読んでいただきたいと思うのですが、はい、そんなアドラーの考え方で僕が一番、まあ、好きな考え方があります。それが何かというと、課題の分離という考え方でございます。この課題の分離、何かと言いますと、何か課題があった時に、それは自分自身の課題なのか、それとも自分とは関係ない他者の課題なのか、それを分けて考えるという考え方でございます。もうね、なんかね、ツイッターとか見てますと、それは自分の課題ではない、もう関係ない他者の課題なのに、それで消えてる人がたくさんいます。はい、たくさんいる。まあ、それがネタだったらいいんですけど、ネタじゃなく本気で言ってる人は要注意です。多くの人がね、パチンコにおいても自分とは関係ない無駄なことに注力して、自分自身の課題について注力しないから結果が出ないんです。はい、まあ、私生活でも同じだと思いますね。はい、他者の関係ないことにもう尽力したって意味がないです。自分自身の課題は何なのか、自分自身がコントロールできてやれることは何なのか、それを取り組むからこそ幸せな気持ちになれるしね。はい、結果が出るんだと思いますね。はい、いいこと言いますね。はい、というわけでね、今日はね、アドラーがもし現世に生きていてパチプロだったらどういう思考を持っているのかという話をしていきたいと思います。はい、では行きましょう。店舗のせいにする一般人だったら、ふざけんなよ、嘘で偽ハマってるよ、何この店やってるわ、マジでやってんだよこの店、死ねよ、死ねふざけんなよ、おい。アドラーがパチプロだったら2000ハマっていますね。うん、無双で22回回って2000ハマって、期待値バリバリ詰めてますね。うん、これはいいですね、嬉しいですね。しかもツイートで投稿したらこれバズるでしょ、最高。店舗のせいにするに一般人だったら、クソ何この店、U タイムラムクリし始めてんじゃん、前まで知ってなかったのに勝手にラムクリしてんだよ、ふざけんじゃねえ、ぶっ殺すぞ、死ぬ。アドラーがパチプロだったら、お、U タイムラムクリし始めたんですね、うん、これは完全に私の責任でございますね。朝しっかりランプを見て U タイムをラムクリするかどうか確認していなかった。確認してたとしていても、それは対策としてやってるのか、対策してないでやっているのかを確認していなかった。これは私の完全なる責任でございます。次からこういうことがないように気をつけよう。よっしゃー。店舗のせいにする3、一般人だったら、何この店ふざけてるわ、寝台のエヴァで1000円10回しか回らないんですけど、もう5万円突っ込んで1000円あたり10回ですよ、そんなぼったくり店舗あります、ふざけんじゃねえよ、おいおい、やっちゃうぞやっちゃうぞやっちゃうぞ、こうやっちゃうぞやっちゃうぞ、シュッシュッシュッ。アドラーがパチプロだった、ああ、エヴァ1000円で10回しか回らないんですね、これは完全に私の釘を読む力がなかったですね。なるほど、この釘は1000円で10回しか回らないんですか、うーん、全然まだまだ私のレベルが足りませんね。これはこの釘をしっかり見て、次はこの台は回らないっていうのをしっかり覚えておきましょう。さらにね、この店は1000円
10回、今は開始をしてる。しかしもしかしたらこれから先で還元するタイミングがあるかもしれない。期待しましょう。軍団のせいにする一般人だったらふざけんじゃねえよ。おい、軍団が全体抑えてやがる。俺いい番組入ったぜ。どういうことだよ、ムカつくわマジで。多分なんかね、マナーも絶対悪いと思うんだよね。あ、とりあえず店員チクっときますか。マジで許さねえからな、軍団だけは。アドラーがパチプロだったら、ほう、なるほど、皆さんでライブ抑えていらっしゃる。うん、これはですね、かなり皆さんで打つと期待値が上げられて羨ましい限りでございますね。私自身が巻き込むような力がなかった、リーダー力がなかった、完全なる私の責任でございます。これはね、皆さんにねコーヒーを持ってってね、ご挨拶したいなと思います。そしてね、リーダーの方とね仲良くなってね、どうすればリーダー力が身につくかというのをぜひねお話を聞かせていただきたいと思います。軍団最高。都道府県のせいにする一般人。ここの県はマジでクソ、本当にクソすぎる。もう絶対この県では打たない方がいいぐらいクソです。はい、これは県庁にクレームをします。マジで死ん。アドラーがパチプロだったら、この地域は本当に調整が悪いのだろうか。そもそも私は全てのエリアには行っていません。全ての店舗には行っていません。自分の実力不足の可能性も大いにある。他の県の状況も知らない。なので何とも言えない。そもそも県が悪いと思ったら他の県に出て行って打てばいい。ただそれを決心する勇気が私にはない。まずそれを私は認めることだ。私がこの県を選んでここに住んでるんだ。他の人じゃない、私が決めたんだ。全ては私の責任である。うん、今この県でできることを頑張ろう。はい、というわけでね、以上、アドラーがパチプロだったらどういう思考を持つのかというお話をさせていただきました。はい、まあ、世の中にはね、言い訳上手というのがね、たくさんいますよ。はい、ただ言い訳をしたらね、もうそこからね成長ないと思います。他人のせいにするのは簡単ですよ。はい、ただそこをね、全ては自分の選択したこと。誰をね、あなたにあの店に行ってこの台を打てと、1000円10回しか回らないような台を打てと、打たないでも電気流すからな、殺すからなとか言ってませんよ。あなたがその店を行ってその台に座ったんですよ。それを他者のせいにしないでくださいね。全ては自分が選択した結果、今まで自分が生きてて選択し続けた結果が自分自身です。私もそうです。全ては自分の責任でございます。というわけでね、コメント欄にはね、どういう他責発言があるのかというのをね、ぜひ書いていただきたいなと思います。もう私はもうアドラが入り込んでますんで、アドラの心がありますんで、アドラだったらこういう考え方しますっていうのね、全部返事書かせていただきますのでね、お待ちしております。はい、最後までご視聴くださりありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。